はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。タヌ様、資料も外国人実習制度に関する資料を送って、来ていただきました。小川様、久保田様、横田様、武蔵野親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、とし長様、まさゆき様、永田様、黒木金尾様、みゆき様、みゆき様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。みゆき様なんですけれども、別なあのカードから同一人物のみゆき様、2回あのご入金ありまして、なんか今あの長期で外国行ってらっしゃる、なんて2箇所から送金されてんですけれども、お忘れではないでしょうか。日本に残してきた、日本でした手続きの方生きちゃってて、またあの外国で、再度あの別なカード使って手続きされちゃったのかな。いくらなんでもあの申し訳ないんで、勘違いとかうっかりだったらば、どっちか止めていただきたいと思います。何にしろありがたいであります。ありがとうございます。11月19日川口にも近い池袋で外国人実習制度廃止でもやります。来てね。正式告知は後日いたします。12月29日17時、池袋近辺でメール党員懇親会予定してます。来てね。募集開始は後日いたします。岸田政権3.5 兆円規模の少子化対策費のため年間国保税を6000円値上げ、月500円とすると、増税分にですね少子化対策支援金って名付ける方針だそうでございます。なんだそんなね名前、そんなへりくついらねえぞ、値上げじゃないぞって支援金だぞって、値上げだろって名目いくら別にしたってさ、手取りますます減って少子化促進されちゃうよねこれね。世論です。それ少子化政策異次元の増税、本人も何言ってるか理解してないんだろうね。今でさえクソ高いのに少子化対策じゃなくて少子化政策やっとるやん。まともに減税か物価対策しろよ。新しい資本主義だの所得倍増はどうなったの。少子化対策としてはむしろ若い世代の負担を減らすべき。負担を増やすんじゃなくて若い世代の負担減らしたら少子化対策なんじゃねえの。試験なんですけど、自民党原理主義者はね、岸田はまだ増税してないのにとかすぐ言うんですけど、いやしてるでしょ。控除撤廃とか退職金の優遇外しとか森林環境税を新しく作るとか社保値上げ、これこの通りとかいっぱいいっぱいやってんだろ。そういう事実を認めずですね、おかしなこと言うから原理主義者って呼ばれるんですよね。まあ私が読んでるだけですけども、少子化対策は 3.5 兆円規模って金額も決まってるってことは、もう使い道決まってんでしょうね。どこに流すか決まってるんでしょうね。負担増やしながらやる少子化対策に向けて、どうせ効果ないよ、どうせ効果ないよ。みんなから6000円ずつ巻き上げて、それでやる少子化対策でしょ。むしろ少子化になりますよ。昨日の私のツイートね、私が思う不要に思う税支出年間総額20兆円超、全部削って減税しろ。まああのあれですね、男女共同参画とか外国人生活保護とか SDGs 関係、の話なんですけども、これいいね 2.2 万、リツイート8500いただきましたよ。皆さん重税にうんざりしてんだよ、うんざり。官僚に説明されても理解せず、渡したペーパー棒読みしてくれる、何にも考えずに棒読みしてくれる岸田は、官僚にしてみればもうこれ以上の総理ないでしょうね。思うがままバカだから。増税に成功すると褒められ出世する財務省、何度も言いますけれども、自分の子や孫や甥や姪が重税に苦しむのに本当にバカな連中だよな。お前らの子孫がですね、永遠に税金吸える側にいられるわけないだろうが、わけないだろうが。元農水省のトップみたくですね、教育に失敗して、なんか幼稚園を脅迫始めた息子、
めった刺しで始末してたら世話ねえよなって、それはあの岸田の子孫も同じだわなって、岸田現金一律給付は国難限定で、なんてことを言っていました世論です。今が国難なんだが国難ではないとの認識なんですね。物価高と重税のダブルパンチだろうが、お前が国難ねお前が国難、国難にしたんだろ、こういう謎のロジックいらない、人口が3分の2のドイツにも抜かれる異常事態でしょうが、相変わらず危機感ないよな。一時給付はしなくていいから制度見直して恒久的に減税しろ。まあ財務省が一番嫌がることがこれだろうな。4万円給付をあくまで減税って建前にしたいんだよね。で一律給付は国難の時だけみたいな、増税メガネってあだ名気にしすぎなんだよね。何かと比較されずね、あの安倍総理の現金一律給付やりましたね、安倍総理10万円ずつ、これの功績憎んでんのかな。現代ビジネス記事、総理になる前から鈍感力がすごいと言われてきた。人の気持ちや世間の動向がいまいちわからない、ずれたところがあるんです。そういうの世間では薄ばかって言いませんかね。あるいはサイコパスとか、言いませんか。よく総理になれたよな。自民党議員たちのですね、操りたいであるとか権力のおこぼれに預かりたい、気持ちの集大成ですかね。この支持率ではあの次はないですから、財務省は岸田が総理のうちに目いっぱい増税を実現させようとすんでしょうね。で薄羽はそれに気がつかず理解せずに操られんだろうな。でなんで支持率上がらないとか言っちゃうんだろうな薄羽で。来年9月の総裁選まで踏みとどまらないと、増税させないようにしないと税負担率 50% 超えてしまいますね。ここが頑張り時だな。日経記事、2024年から来年からトラック運転手の残業が年間960時間に制限され、人材が14万人不足し物流が停滞する、今ある仕事量に対して14万人分のドライバーが不足するって言うかな。2024年物流問題が懸念されているだそうであります。世論です。給料上げればいいだけ、物流だけじゃなく全ての業界が人手不足。ネットでブラックが可視化された業界は全てが人手不足、今分かっちゃう、勤めなくても。こういう業界の実情がこう、ネットで。でそんな仕事でそんな給料だったら行かねえっつって人手不足になってるっていうロジックですね。数年前から賃金不足業界を人手不足って呼ぶようになった。自動運転技術で解決、まずは金だよ、稼げればきつくても文句言わん。残業年間960年に制限開始で人手不足にちょっと違和感感じますね。年間250日間働いたとすると毎日毎日4時間弱残業してんのか、それに4時間弱に制限されると人手不足に陥んのかって、毎日毎日ってことは今もっと毎日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 残業4時間以上してんのかって話。2024年問題じゃなくて今が異常でしょ。今が異常なんじゃないの。拘束時間長すぎんじゃないのか。14万人の人材不足って賃金上げれば映画したらすぐ埋まります。あとあの人口減ってですね、あとあの高齢者が割合が増えんだから、ほら私も同じですけど欲しいものがだんだんなくなってくる買う前になんとなく分かっちゃう いらねえよなってだから需要減るんだから物流も減るんじゃないの。だから不足しないんじゃないの。ひろゆきさん、居酒屋バイトを1000万で募集したらすぐ埋まる。雇用側が考える適正賃金と実態が乖離しているから応募がない、その通りですね。医師、特に外科医なんかは体力勝負の激務ですけど、もらうものもらってっからブラックって言われないんでしょ。希望者も後を絶たないでしょ。私の肺がん手術ね、当初は4時間ぐらいかなって言われてたんですけど、終わってみたら8時間かかってしまいまして、頑張ってくれた執刀医の H 先生には感謝しかないですよ。
まああの超絶ブラック8時間立ちっぱなしで、トイレとかどうしたんだろうなって心配になっちゃいますけど、こっちがね、ドライバーの賃金上げた分は運賃に、引いては商品価格に転嫁されるが、それもしゃあないっしょ、物価上昇、賃金上昇、物価上昇、賃金上昇のサイクルが経済成長なわけでしてね、1940年当時の国家予算は33億円でした。ゼロ戦、冷戦の値段は1機5万円程度でした。1000万円で20機買えたっていうですね、あ、200機か、この成長サイクルが止まった状態が失われた30年だったわけで、それもこれもあの大部分は自民党が悪かったんですけどね、あとはあの消費税上げちゃった野田政権っていう悪もありましたけれども、米軍さん中国の経済的威圧に対抗していくため糧食としてホタテを継続的に購入すると発表、さすがは唯一無二の同盟国だわな、兵隊さんに食わすって糧食ってあの兵隊さんの食料ですね、世論です、円安で買いやすいもんな、ありがたいことだけどアメリカ人ってホタテ好きなの、クラムチャウダーとかに入れるんじゃね、普通にフライにして食ってるよ、バーベキューやバター焼きを試してみて、今回購入分は300万円程度で、まあ味見っていう感じですけれども、軍が味を覚えてですね、啓蒙しまくったですね、ココイチカレー、見たらですね、ホタテのバター醤油焼きとか流行るといいですね。これあの在日米軍兵士がですね、ココイチのカレー食いまくって、帰国してから宣伝しまくって、ココイチカレーが人気になったっていう経緯がありまして、日本のホタテ醤油バター焼きうまいぞなんてことで流行ったら輸出もしやすくなりますね。新鮮だったらあの刺身でさ、わさび醤油で食うとかさ、ホタテに限らずあの政府はもっと日本の食べ方と米だの味噌だのの売り込み図るべきだよなって思っております。地方衰退の原因の一つがですね、米の価格の価値、米の価値の下落なんだろう。米の価値が下落した、田んぼの価値が下落した、作っても米余ってる、だから減反する、余計に金かかる、世界はですね、日本の米と日本の味噌汁の中毒にすべき、味覚えさせて政府がこういう事業をやって、それこそね、あのパックスジャパニーズだな、思うんですけどね、パックスジャパニーズっていうのはあの日本が世界を席巻するっていうことですね、その昔はパックスロマーナ、ローマ帝国が世界を席巻、その次はあのパックスブリタニカ、イギリスの風習や文化が世界を席巻、あのスーツ、ビジネススーツとか、イギリスのもんですね。あとあの次はパックスアメリカですね、ハリウッド映画が世界を席巻で覇権国、次はあのパックスジャポニカ、ジャパニーズですね。これどういうことかって言いますと、日本のものなら皆さん喜んで買ってもらえて、あの日本のことをなんとなくかっこいいなっていいイメージ持ってもらって、であの世界を席巻と、日本の車バンバン売れて、そういうのはあの目指さないといけないんじゃねえのかなって思っております。今日の単身です。あ、戸田市でなんか病院で発砲音が、で医師と看護師が撃たれたかなんだか怪我して、犯人が逃走してる、事件ありましたね。おっかないですね、病院で鉄砲だって、尋常じゃねえなー。維新、企業と団体からの献金を全面禁止する方針、党の決まりだね、どこよりも経済界と癒着している自民には絶対真似できない系統ですね。まああの党の方針ですから法に触れるわけじゃない、もらったとしても、ただ党から怒られるとか、まあ、最悪除名になるぐらいなんでしょうけどね。立憲、被害者賠償のため統一教会の金海外送金される前に抑えちゃおうって、主張しまして、2ちゃん財産権の侵害になるから教団解散前に抑えの難しいんじゃねえの、統一教会はゴミですけど、だからってね、あのお前のものは俺のものはダメだわな、人の金と自分の金の区別がつかない実に傲慢な立憲らしい
発言でほっこりですね。頭が悪いことで著名な安住淳立憲国対委員長、人気取りに減税を使っている、政権の命取りになる、どこがどう命取りなんだかは説明がない、減税に反対なのかじゃあお前らはと表明しちゃってですね、それ言っちゃうか、二ちゃん民を呆れさせる。そもそも野田政権が 5% の消費税 10% にしたんでしょうが、パチンコ市場2019年17兆円弱、2022年 11.3 兆円、3分の2になっちゃった。コロナのせいで急減かな。10月30日、昨日、パチンコ大手ガイア倒産。警察が認めないだけで、デッキとしてはギャンブルだから倒産いいことですね。資金源失って、二ちゃんのホロン部が減るとなおよし。ホロン部っていうのはですね、韓国系、北朝鮮系の工作員のことをホロン部って言います。なんかね、日本人に言い回されて、腹立ち紛れにですね、日本はめちゃくちゃに滅ぶって書いちゃって、それ以来半島系の工作員のことを滅ぶと呼ぶようになりました。中国やゴモですよね、韓国系は滅ぶですね、下半分しか国ないんだから、これからは韓国って呼びましょうか。半分しかないのにね、大韓民国って肩腹痛いんですけど、肩腹。7月に母グマを駆除した件で、北海道庁に抗議電話が650件。尋常じゃないですね。ハンターの個人情報を特定しようとする動きも。熊原理主義者ですかね。言い返せない窓口の人間に文句言う前に、人を襲うなって熊を説得してくれよ。できるもんなら。埼玉県警クルド人の解体工場のヤード、通称ヤード、5箇所を立ち入り調査。そのすべてで敷地内に勝手に建物を建てていた、従業員名簿がなかったなどの違反が見つかる。埼玉県内にある同様のヤードは256箇所だそうで、違反率 100% はすげえなー。256箇所全部ガサ入れした方が良さそうですね。中央日報、我が国の経済不振は円安のせい。知らねえよそんなの。こっちみんな気持ち悪い。山崎栄一関西大学社会安全学部教授、災害避難所では中高年男性が心身ともにきつくて危険な作業をし、何でも後回しにされ過酷、一理あるけども、まあ、この教授もですね、そういう現象があるんだよ、そういう傾向なんだよって言ってるだけで、批判はしてないとは思いますけれども、だがですね、すべての種で、オスよりメスが貴重っていう、ベイトマンの法則ってのも、ありますしね、男が割り食うのはしゃあないんじゃないのかな。緊急事態でですね、男女平等なんて言ってらんねえしね、そんな建前金繰り捨てられるんだしね、もともと平等なんか、存在しねえしね。ちょっと若めのね、男1、女性9の集団は、なんとかね、存続できるかもしんないですよね。なんとかね。これがね、男9、女性1人だと、ちょっと存続難しいですよね。その集団ね。ってことはよ、男10人、女性10人の集団から、男9人死んでもいいっていうですね、理屈になりますよね。村上龍だっけな、昔すべての男は消耗品であるっていう本ありましたけれども、まあそういうことなんだと思いますよ。女性の方が大事なんだから、まあしゃあないよね、男がね、緊急事態で割り食うのはね。イランで顔を隠すヒジャブをつけずに外出した16歳少女のアルミドさんを道徳警察が撲殺。先月は同じヒジャブかぶんないで外出して逮捕されたアミニさんって方が、22歳のアミニさんって方が道徳警察の留置所内で死亡、殺されたんでしょうね。道徳を守るためなら殺人 OK って、道徳警察の道徳がないんですけど、皮肉ですかね。
なんかのね、イランおっかねえね、頼まれても行かねえ、絶対行かねえって言うんですね。まあ、あのイスラムの国はなんかあの常識違うから、あのうかつな真似すると危険伴うんで、あの敬遠しますけどもね。というわけで、11月19日のデモと12月29日のメール党員懇親会、よかったらいらしてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。